2回目の演舞になります。またね、あの先ほどの桜吹雪さん、ね、栃木のチームです。若い子をお借りして、ね、あの年齢層を下げて下げてお送りしたいと思います。ね、この次の曲は石槌という曲で、あの女性は艶やかに色っぽく、そして男性は勇ましくかっこよく、そういう踊りです。で、それが表現できているか、一人一人の個性を見て皆さん楽しんでください。それではどうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
はい、かっこいい踊りありがとうございました。茨城よさこい声連組の皆さんに今一度拍手。